皆さん、こんにちは。本日は、こちらのテーマでお話をさせていただきます。愛情は生きる力の栄養です。私たちは普段、生きる力として、いろんな、食べ物をいただいて、日々生活しております。それはもちろん、動くエネルギー源となりますから、生きる力なんですけれども、今日は、この目に見えない力である愛情というものが生きる力の栄養なんだということをお話をいたします。私は今、少林寺拳法の道場で子供たちを指導する機会をいただいています。もともと子供が好きなものですから、いろいろこう子供たちと触れ合って対話をしながら過ごすんですけれども、子供たちにですね、こう分かりやすいんですが、ものすごくこう素直に目に出てくるんですね。目つきとか表情ですね。ですから、できるだけ公平に子供たちにをですね、指導するように心がけているんですが、一人一人向き合うときに、やっぱり愛情をかけてあげる。そういう気持ちを忘れないようにしております。そして、この愛情というのは、やっぱりまずは声をかけてあげたり、そして今はなかなか接触をすることが難しいかもしれませんが、触ってあげることによって体温を伝えてあげる。そうするとその子どもたちはやっぱり安心するんだと思うんですね。私たち一人一人がこれまでお父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんから愛情をいただいたように、今度は私たち大人がですね、これからの未来を背負う子どもたちにたっぷりと愛情をかけてあげる。そうするとその子が大きくなっていった時に、その子の心は、愛に育まれてますから、他の人にもすごく優しく接することができる人になるんではないかなと思っております。この愛情は生きる力の栄養なんだ。この言葉を大事にして、私たち日々暮らしてまいりましょう。ありがとうございました。